やろ。あ、1万円あげへんから大好きだよ。気にしとこうって言ったら。一等席を後にしまして、今夜のお宿であるこちらスーパーホテルロハスですね、はい、今夜はねこちらのホテルにお世話になりたいと思います。こちらの場所ですが、左側ね JR 奈良駅、この駅直結のねホテルとなっておりますので、まあ、非常にね利便性の良いね宿泊施設になっていると思います。 JR 奈良駅なんかね、まあ、ほとんど来る機会がないんでね、とてもね、こう新鮮な感じですね。あ、こっちから入るんか。こちらのホテルですが、1階がコンビニになってましてね、非常に便利がいいですね。はい、フロントは4階にあるみたいですね。がね、枕をね、選べるみたいですね。でこっちに来るとお風呂になってると。まあこれはまた後で行きましょう。アメニティがあって、でこっち行ったら枕がある。どうする？後でする？で5時からウェルカムドリンクが飲めんねん。お茶とかも置いてんだ。この歯ブラシ、女性限定1泊5品プレゼント。フェイスマスクとかもあるんかな。でクリームクレンジング洗顔ジェル、うん、パックもある。ほら、そうそう、お酒飲んでいいの？うん、まあ、当然一杯だけやと思うけど、すごいね。へえー、ほらこれお酒があるから、これでほら割ったらええねんな。お酒が飲めなくても。そう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 、うん、やってみようか。うまいな。なんだ、めちゃめちゃ料理やん。で、おつまみ塗ってんねん。まずそこに今ね、カシス入れました。で、カシスにオレンジで、ちょっとカシス多すぎやな。まあいいや。はい、オッケー。はい、完成。すごい。なんか、カシス濃すぎてんけど。はい。ちょっとね、カシス入れすぎましてね。めちゃくちゃ濃いくなってる。春は？これ何？あ、コーラとカルピス。あ、コーラカルピス？それは？カシスオレンジ、一緒やね。ごめん、M ソンネット取ってもらっていいよね。あ、うん。これは？616。到着しました。はい、これがキー。なんでもいい。これ。うんうん、そう。これね、番号キーやね、ここ。何号ね。面白い形。あ、くれくれ。パパ。うん？あ、すごい。さあ、お部屋の感じでございます。はい、ベッドはダブルベッドかな。ダブルベッドに上がねロフトベッドになってまして、ここから階段ねちょっと行ってみましょう。こんな感じでございます。大人やったら一人ぐらい寝る感じかな。で、机になってます。タオル、ティッシュ、時計で、電源のソケットは3つありますね。で、消臭スプレーとケトルで、冷蔵庫の中にはドリンクは入ってない。ドリンクも入ってないけど、さっきウェルカムドリンクがあったからね。あそこ多分飲み放題なんかな。こんな感じになってます。空気清浄機で、シャープの薄型テレビ。ユニットバス行ってみましょう。あ、ここはもう普通ですね。トイレがあって、パパ見て、パパ見といて、行くで。ここ、パパ、ここのレバーを引くとこうなって、こうなる。さて、晩ご飯はこのユイマールさん、
沖縄料理店でいただこうと思います。やってんのかな今日。あ、やってるんです。よし行こう。あれやってるわ。さあ何しよっかな。これ食べ終わったらホテルに戻ってお風呂。うん、そうそう。そから海ぶどう、もずくの天ぷら食べてみようかな。めっちゃ沖縄やな雰囲気が。うん、私はオリオンです。さあ来ました、海ぶどう。お久しぶりやな海ぶどう。はい、はい、はい、頑張り、はい、お疲れさん。ちょっと待って、食べたい。どうぞ。あー、うまっ。海ぶどう好きなの誰でも好きやあ、かけるんかい。あ、そう、沖縄の味沖縄の海の味。沖縄の海の味これは何。これ苦手じゃない。うん、海ぶどうのおかげで。どうだい、全員写真撮る卵のおにぎり、うん、美味しそう。これもずくです。もずくの天ぷら。これ沖縄の時なかったもんな、もずく天ぷら。グル君の唐揚げ、これ素揚げしてんのかな。あ、僕が好きなやつが流行ったの。うん、唐揚げっぽい。はい、食べるやつね。それでも飲まるよ。とりあえずお伝えこうか。あとで読む。あ、すごい。さあ最後はラフテー豚の角煮。結構大きい。あ、すごい。うん、トロトロや、うまい。はい、食べました。美味しかったです。さあ戻ろうかホテルに。僕の携帯の。で写真だって。はいチーズ。はいチーズ。オッケー。今ねホテルの前まで帰ってきました。まさかね奈良であんなに本格的な沖縄の居酒屋さんがあるとはね思いませんでした。うん、めっちゃ美味しかったな。でね今ね明日の朝ごはんを下のコンビニで買ってます。これ買ってお部屋に戻ってお風呂にね行きたいと思います。